19年前にあなたを崖から突き落として殺そうとしました。であなたは死んでいなかったのですね。こうして生きていた。それでも私を母さんと呼び、この島へ帰ってきて、こうして復讐をされたのですね。あなたはこの19年間、母と呼ぶはずだった私に突き落とされたことを知って、そしてあなたは私があなたを突き落としてから得た18年間の人生をこうして全て打ち壊しました。もう私には愛した夫も娘もいません。そして私には名誉もなく、こうして人殺し呼ばわりされた。いえ、本当に人殺しですものね。ええ、そうです。あなたの目論見通り、私は今や人殺しとみなされています。そうですか。復讐にはこれで十分ですか。夫と娘を殺され、人殺しの汚名を着せられ、不貞の汚名まで、こうして生き恥をかかされる私を見て、あなたは満足ですか。さぞや満足でしょうね。私、家族、名誉も全て奪い去ったのですか。この後に及んでまだ濡れ衣だと言い張るんですか。まったく、あなたは本当に往生際の悪い。聞こえていますか。19年前の呪われた赤ん坊、これで満足ですか。あなたは私から全てを奪いました。まだ何か足りないというのですか。私は許した。ダメだな。バトラさん、何か言いました。全然ダメだぜ。バトラ君。ああ、ダメだな。全然ダメだぜ。